眼科専門医の平松です。今日はバドミントンの桃田選手が眼下底骨折、この診断に1ヶ月かかってしまったということ、なぜなのかについてお話していこうと思います。まず、大切なこととして、眼下底骨折っていうのの一般論と実際たくさん見ていないとちょっと分かんない部分っていうのがあるんですね。私の紹介をすると、私は、大学、出身っていうのがありまして、昭和大学っていってすごい眼下底骨折をたくさんやっている、眼科の、病院で勤務していました。そのため本当に1日何件も眼下底骨折の手術をしたりしているっていう現場にいました。実際私自身は、手術はしていなかったんですけれども、上司の人、教授とかそういうのが手術をされていて、で現実今も昭和大学病院はすごく眼下底骨折の治療で有名ですし、恩田教授、私が医局に所属していた時も恩田教授の手術見ましたけど、すごく綺麗で分かりやすくて、かつ治りもいいなっていうのが、正直なところです。でたくさん見ているとですね、眼下底骨折って、そんな簡単じゃないんですよ。でそこら辺がちょっと分からなくて、例えば救急の現場にいる人とか一般の本当に眼下底骨折をある程度ちょっとしか見てないと簡単に思っちゃうんですね。で実際に眼下底骨折で分かりやすい患者さんっていうのもすごくたくさんいます。正直言うと8割9割ぐらいの患者さんはもう本当に分かりやすくて、患者さん自身が2つに見えますって言うんです。ですからじゃあ2つに見えるからきっと折れてるんだろうなと思って CT 取って骨が折れてるっていうのをチェックする、これがポイントになってくるんですけれども、じゃあ1割ぐらいの患者さんっていうのは分かりにくいことが正直あるわけなんですね。もちろん、我々の医療機関、その昭和大学とかに来るっていう段階ではもうそういうのが大体判明していることが多いんですけれども、やっぱり、そういう中でなかなか最初に診断がつかなかった患者さんとかそういうのも多く見ました。で、難しいところはですね、打撲ぶつけた時って骨折れるのは当たり前じゃないか、なんでチェックしないんだって皆さん思うんですけれども、じゃあ全ての骨をチェックできるかっていうと、そうでもないわけですね。でもちろん顔の骨とか全身の骨とかを全身 CT つってバーッとこう一気に取ることもあります。でちょっとこれ財前生としてお話しするのは、今回の選手桃田さんのがどういうふうに診断が行われたのかとかそういうのはわからないです。であくまで一般的なお話としてちょっと今日のお話はお伝えできればなと思うわけなんですね。だから、今回はこうだったとかっていう結論ではないんですけど、一般的に1ヶ月ぐらい、例えば診断が遅れてしまうことって、ゼロではやっぱないわけですね。あることであるっていうことをまず事実として知ってほしいわけなんです。実際私自身が、診断して、眼下底骨折っていうのは後で分かったっていう経験は正直ないんですけれども、他の方がそうして、ご紹介いただいてとかっていう経験は、あるわけですね。なぜそれが、1ヶ月ぐらいとか、しばらくして見つかることがあるか。で、ここにはいくつかポイントがあります。まず、普通の人、一般的な眼下底骨折の基本のお話をしようと思います。眼下底骨折は何かって言いますと、目ありますよね。目の周りにこう骨があるんですけども、内側と下側と外側、上側っていってこう骨に目の玉っていうのは囲まれているわけなんですね。で、とりわけ外側とか上っていうのは折れることはあんまりなくてですね、内側か下側が折れるのが一般的なんです。で、症状人にもよるんですけども、内側の骨が折れるとですね、横向いた時2つに見えやすいんですよ。これすごく分かりやすいです。なんでかっていうと日常生活でこうパッと横向くことってあるじゃないですか。だから、結構分かりやすいと。で下が折れる時も大体は結構しっかり折れてくれるので、そもそも真ん中見てる時2つに見えるとか、あとは本読む時下を向く時に2つに見えるんですよ。すると大体分かります。なんですけども上を向く時だけ2つに見える患者さんっていうのがたまにいらっしゃるわけなんですね。もちろんそもそも外傷があったって時点で全てを細かくチェックしなきゃっていうのはわかるんですけど、眼科の先生がそこまで調べていれば大体わかることは多いです。でなんですけれども、例えばそうですね、全身を見るような鹿野先生がこの人ないかなっていうのをざっと調べるときにそこまで調べられるかっていうと、ちょっとそれは難しいってこともやっぱゼロではないんですね。で、例えば患者さんに「複視はないですか、2つに見えないですか?」って聞いて「大丈夫だ」っていうと、眼下底骨折大丈夫だろうと思って一般的なこうスライスっていうのはですね CT 細かく取る細かさとかなんですけどもを一般的にしか調べないことがあるんですよ。そうすると見逃す眼下底骨折ってあるんです。でじゃあって言って全員本当に細かくチェックしなきゃいけないかっていうとですね、今回のケースと一般とはちょっと結構違う点があるってことをまず理解してほしいんです。で何が違うかっていうとですね、普通の患者さん、普通のっていう言い方も変ですけど、スポーツ選手とかなんかその特殊な仕事をされてない方の場合って例えば上を向いた時2つに見えても不自由ないって大体皆さんおっしゃるんですね。で仮にじゃあ手術しましょうかってお話ししても、いや別にこれそんな不自由ないから日常生活このままでいきますっていう人がほとんどです。皆さんにとっては上向いて2つに見えたらすごい困るだろうと思うかもしれないですけれども、慣れるとですね、こうやってちょっと顎を上げて上見ると全然普通に見えるんですよ。要は目線だけで上を見るから2つに見えてしまって、で、お顔ごと上に行けばまっすぐ向いてるのと一緒なので別に2つに見えないんですよ。だから一般の患者さんは上を向いて2つに見えるのが不自由になるっていうのは経験的に言うとボクサーってですね、こう顎を引いてこうやるんですね。詳しくないんですけどみたいなんですよ。そのためボクサーの方って上の複視2つに見える場合相手が2つに見えちゃうから困るっていうのはやっぱりおっしゃってました。ただ、ボクサーの方ってそこら辺経験で結構カバーしちゃう人も多くてですね、複視が残ってても現役を続行されてるっていう選手もやっぱり何人かいらっしゃいましたね。普通にそういう方いらっしゃいました。であと普段の仕事で上を見る、私の経験とかで言うと車の整備とかされる方ですね、車の下にこうバンみたいので入っていってこう作業されるみたいなんですよ。そうするとですね、上を向いて作業をしなきゃいけないみたいなんですね。なのでそういう車の整備系とか整備関係の仕事の方っていうのは上を向いて2つに見えるのが困るって言って、ちょっと手術を考える方もいます。ただ一般の、スポーツ選手とかそういう方じゃない限り多少2つに見えても手術をすることにもやっぱりリスク危険っていうのはゼロではないので、だったら手術しないで様子見ましょうってすることがかなり多いです。なので普段の現実の医療現場では仮にそれが見過ごされてたとしても特に問題にならないことが多いわけですよ。つまり見つかっても特に手術しないわけでほっとくことが多いわけなんですね。なので普段の通りに行くと、複視もない患者さんを無理にじゃあ細かく全部調べましょうってやるかっていうと、全てそうとは言い切れないってことです。もちろんそれは最初の中で見つかるのが一番いいことですよ。なんですけども、それが現実であるってことですね。というように、真ん中に2つ見えるか上だけが2つ見えるのかどこで2つ見えるのかっていうのは結構重要なんですよ。で真ん中まっすぐ見てて2つに見える場合っていうのはもう患者さん自身がもう2つに見えますって言います。なんですけども、今回のケースもそうですし、今までもそういうことはあったんですけども、1ヶ月ぐらいしてとか場合によってはもう2ヶ月ぐらいしてからなんかそういえば2つに見えるんだよねって患者さんが言い出すわけですね。そうするとですね、あれあの時ぶつけたのもしかしたら折れてる可能性ありますよねって言って細かく CT を取り直してみると、いや実は折れてるところがちょっとだけ見つかってで折れてましたねってなるケースがやっぱり今まででは一番多かったです。で先ほども言ったように一般の患者さんだとそうなんだけどもどうしようかって相談して、もちろん手術のリスクリターンいろいろお話しすると、大体はじゃあ様子見ましょうかってなるのが普通ですね。多いと思います。なぜかというとやっぱり大きい手術には多少なってしまうのでっていうことですね。で、今回も含めそういう患者さんがなぜじゃあ時間経ってから言うかっていうと、まっすぐや下を向いた時に2つに見えてないからなんですね。つまりこうやってまっすぐお話ししてるとか下を向いて本を読んでるときは大丈夫、上を向くときだけ2つに見えるっていうのがちょっと診断とかが難しいっていうところがあるっていうのがポイントとしてあります。だからこそ、早めにもしぶつけちゃったなって、今回に限らずご本人ご家族で同じようなことをぶつけたりなんかした場合っていうのは2つに見えないかっていうのはまっすぐだけじゃなくてちょっと細かくはチェックしてほしいなっていうのがあるわけなんですね。もちろん本当は医療現場でそういうのを細かくチェックするべきだっていうところもありますけれども、ご本人の自覚がない場合そこまで調べないっていう医療機関もあっても全然それはあり得るかなとは思うわけですね。で、今回もう一つ今回のことで視力が落ちるんじゃないかとかそういうふうに心配されている方も結構いらっしゃいます。で、眼下底骨折基本的には視力落ちません。なぜかというとですね、眼下底骨折というのは目の骨が折れるんですけども眼球は大丈夫なんですね。なので視神経が痛むとか視野が欠けるとか視力が下がるとかそういう機能は落ちないんですよ。なのであんまり視力低下とかそちらは心配されないでいいですね。それは一般的に皆さんが眼下底骨折になった時もっていうことです。じゃあそもそもなんで2つに見えるのかってことなんです。骨が折れると2つに見えるって言われるとなんかそんな気もしますけど、これは右目左目のバランスで決まります。人間の目って2つあるわけですね。で、右向く時は同じように右向いて左向く時も左向いて上下ってこうやって動くわけです。で、骨が折れちゃったりすると1つあるのは眼球がちょっと落ちくぼんで落ちるわけですね。そうするとこうやって上を向いても違う方向を向いてしまうので2つに見えてしまう。もう1つはちょっとだけ骨が折れてたりしてで眼球の位置はそのままだから一見こうやって動けるようなんだけれども筋肉っていうのは目についてるんですね。で、この筋肉が挟まっちゃうっていうところがあります。具体的にですね、目の玉の模型なんですけど、目の玉っていうのはですね上下左右そして斜めに筋肉がついています。で、一番多いのは、眼下底骨折、下の骨折だと下直筋っていってこの下の筋肉が挟まる、または筋肉は挟まってないんだけど筋肉に付随している組織が挟まっちゃうってこともあるんですね。だから、それを戻してあげるのが、手術なわけですけども、こうやって挟まっちゃうと上を向こうとしてもここに引っかかるわけですよね。引っかかるからこっちはちゃんと上向いてくれるけどこっちはちょっとしか向かない。こうなっちゃうと向く方向が違うから2つに見えちゃう。でもまっすぐの時ってここの筋肉関係ないので1つに見えてる。下を向いた時も、ここの筋肉って挟まってたとしてもあんま関係ないじゃないですか。なので、ちゃんと見えちゃうということで、左右に行く時もこうなので大丈夫です。こう行く時だけここを引っかかっちゃうってことがあるわけなんですよ。これが2つに見える理由ってことですね。じゃあ筋肉の位置を戻せば元通りに見えるようになるのか、これは難しいところなんですね。つまり眼下底骨折起きた場合もちろん早めの治療の方が治りがいい、これはどんなものにも言えることです。で、その理由としては筋肉が挟まったりとか周りの組織が挟まったりして元に戻したとしても筋肉自体が元通りになるとは限らない。ダメージを受けて、機能つまり動く力が弱くなっちゃうことがあり得るってことですね。となるとやっぱり2つに元には戻したけれども結局やっぱり2つに見えるねって患者さんもいらっしゃいます。つまり眼下底骨折の手術の難しいところはあくまで手術っていうのは骨折治すだけなんですね。でも患者さんはなぜ辛くて手術をするかっていうと2つに見えるのが嫌だから手術するわけですよ。じゃあ形が戻れば見え方が戻るかっていうとこれはイコールではないわけですね。つまり形は戻った、目の位置もいいし筋肉もバッチリなんだけれどももう筋肉はダメージを受けてて機能が戻らないとなると結局手術はしたけれども2つに見えちゃうねってこともあります。で、それはどうしても眼下底骨折の致し方ない点であくまでダメージがどこまでか事前にも判定できないんですね。どのぐらい筋肉ダメージ受けてますか CTMRI で分かんないですかって言われると分かりません。結局直してみないとわからないっていうのが正直なところですね。じゃあ、基本的にじゃあどういうふうになっていくのか、もちろんご本人ご家族今見てる方がもしなった方もいらっしゃると思いますけども結構多くの人は慣れることが多いです。つまり2つに見えるってすごく不自由じゃないですか。不自由なんですけれども1つは抑制っていう言い方するんですけれども、患者さんによってそれがかかる人とかかんない人がいるんですけど片方が見えてないかのように脳で処理してくれることがあるんですね。すると片目で見ればこうやって右左上下行ってで普通に見えるじゃないですか。で片目つぶんなくても片目つぶってるかのように脳が処理してくれて、まあ一つに近く見えちゃいますって患者さんもいます。でもう一つは2つには見えてるんだけれども、まあ経験的にここにものがあるよねっていうのは大体わかると、まあ、そんな感じでおっしゃる患者さんもいるわけでして、結局その日常生活が全く遅れないっていうわけではないと思いますね。でもちろん第一眼についてまっすぐが2つになってると結構患者さんつらいので、まあ、眼帯してしばらく生活したりとか、あとはその片方見えなくしたりとか、あと逆に斜視手術って言って目の筋肉の位置をずらす手術をその後するって方もいらっしゃるわけなんですね。なのでそういう状態だと。じゃあ、今回のことは抜いて、ご本人やご家族、今見ている方が眼窩底骨折になることはないのかっていうと、あるわけですね。まあ、例えば、お子さんの肘が当たった、膝が当たったって言って、なっちゃう人もいますし、家族に殴られ、まあ、そういう方もやっぱいらっしゃって、家族に殴られたとか、まあ、もちろんスポーツで、サッカーボールとかあんまりなんないんですけれども、サッカーの場合は、相手のつま先とかそういうのが当たったとか、あと野球ボールだとなること結構あるんですけど、野球のボールが当たったとか、そういうスポーツでなる、まあ、もちろんコンタクトスポーツ、いわゆるこう空手とか、柔道とか、ボクシングとか、まあ、そういうのはもちろんなりやすいわけですね。であとは交通事故ももちろんなるケースとしてあります。でまあもちろんそういうスポーツしてないって方でも、普段ぶつけたとかなんかで眼窩底骨折なのかどうかなっていうののポイントと絶対知っておきたいことが一つあります。でまず眼窩底骨折かどうかのポイントは何よりも2つに見えるかどうかですね。まっすぐ上、ですね、ポイントどうやってチェックしてほしいか。まずまっすぐ見ます。で2つに見えないか。 できれば指とかなんか使った方がいいんですね。でそうしないと2つなのかなんかよくわかんないので、で上、下、右、左っていう、こう、縦横を見るんですね。これを第二眼位って言います。第一眼位っていうのがまっすぐで、第二眼位っていうのが上下左右。で、第三眼位って斜めあるんですね。左上、右下、右上、左下を見て、ここでもう2つに見えないか。つまり、9方向って我々言うんですけども、上の3つですね。真ん中の3つ。下の3つを見てもらって2つに見えないかどうかをチェックすると。でそれで大丈夫だったらその可能性は低いと思います。でもしかしたらそれでも折れてることあるんですよ。全然複視はないけど折れてるって場合もあるんですけど、複視がないんであれば仮に折れてたとしても、まあ、いいじゃないですか。いいわけじゃないですけど、特に手術するわけではないので、まあ様子見れますよね。でこの時ポイントなのは今回のケースがそうだったかはわからないですけれども、後で悪くなる人がいます。で、大体後で悪くなる人って1週間以内に悪くなることが多いんですけども、それ何かっていうとですね、よく患者さんで、目、たまたまぶつけちゃったとか、まあ、殴られちゃったとか、で、その時、鼻血が出たと。で、最初はちょっとこう、鼻血を止めてたと。で、ちょっと良くなってきたなと思って、鼻気になるから、ブーッと鼻かむと。そうするとですね、ちょっと折れてる骨のところにですね、空気の圧力がかかってバキッて折れる人が結構いるんですよ。すると眼球がバカッと落ちくぼんで、今まで1つに見えてたのに急に2つに見えるようになったら、今日鼻かんでからって人が結構います。なので少なくとも目をぶつけて鼻血が出たら、せめて1週間は鼻血とかそういうので鼻かまない、ね、鼻血が出ても服だけにしてほしいんですよ。鼻血でふーんってやると本当にその場でボコンと悪くなっちゃう人もいますので、眼窩底骨折が起きている可能性があったら必ず鼻かまないっていうのを注意していただければなというふうに思います。で、まあ、原因といろんな話をしましたけども、もう一回まとめますと、眼窩底骨折がすぐに全ての人が診断がつくわけではないと。もちろんそれが好ましいことだし、チェックするべきではあるけれども、そういうことはあり得る、ゼロではないってことですね。別になんか医療者をかばってるとかそういうわけではなくて、まあ人間ですし、かつそこまでじゃ全員調べるべきなのかっていう問題も正直あるわけなんですね。うん、なのでそういうことはあり得ると。でじゃあそういう場合、じゃあ自分でできるチェック法はないのかっていうと、こう上下左右斜めを、一つに見えるかっていうのを一応チェックしていただくっていうのが、まあ、自分でできる方法で、2つ目に鼻血が出ても絶対噛まないっていうのが大切なことですね。じゃあ今後そういう時間の経過でどうなっていくのかっていうと、基本的によく眼窩底骨折はやっぱり3ヶ月ぐらい様子見てくださいっていうのが多いと。それは筋肉の位置とかを戻して、で筋肉の機能が戻るかを見るのに大体3ヶ月ぐらいかかるからっていうのが正直な表現ですね。で3ヶ月経ってやっぱり2つに見える副詞が残る人もいます。で残らない人もいます。でそれに関してはちょっと見ないとわからないってことです。仮に手術がどんなにうまくいっていても2つに残ることってあるんですね。で、2つに残ってしまった場合っていうのは、どうするか、1つは自分で脳でうまく処理してくれて慣れてくれる、気にならなくなるって人が、かなり多いです。で、そういう場合よく聞かれるんですけど、片目ずつにずっとしといた方がいいんですかっていうと、慣れをするためには、やっぱり両目ちゃんと使っていただいた方がいいですね。で、最後のポイントとしては、眼下底骨折で見えなくなるとか、視力が低下するってことはない。ってことです。もちろん他の病気を発症していればそれは別ですよ。なんですけれども、眼下底骨折そのもので視力が落ちるとかそういうことはないっていうことは理解していただければと思います。ただ今回の話もう一回しつこいようですが言いますけども、今回の選手の状況を私が詳細に見ているわけでもないし、一般的な眼下底骨折の場合の診断治療について話しているだけで、今回がどうなのかっていうのは、報道でも出てくるかもしれないですし、ご本人もあんま知られたくないとかいろいろありますので、そこら辺はちょっとやっぱ患者さんって不安じゃないですか。でいろんな情報も見ますよね。で、もうこれで今後絶望的だなんだかかんだとかやっぱ言われるとすごい不安になること多いんですよ。なんですけども結局患者さんはできることをやるしかないし、治療した後は、目のリハビリであるとか、はたまた体のリハビリであるとかそういうことをしながら普段の普通の患者さんであれば日常生活を送れるように、スポーツ選手であればスポーツができるようにやっていくわけで、それを前もってもダメですとかいいですとかっていうもんではない。なぜかというと、ご本人のリハビリの状態、やり方の状態、あとは慣れの状態も関係してきますし、そもそもの治りがどうなのかっていうのが完璧には予測できないっていうのがありますので、今回に限らずそういう患者さんお知り合いの方がいたら、温かく見守ってあげることは正直大切なんじゃないかなというふうには思いますね。ということで、今回のこととしては眼下底骨折が、1ヶ月ぐらい診断がつかないことで、その理由、可能性、あくまで可能性ですけども可能性としてちょっとお話しさせていただきました。